歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。今回はですね、視聴者さんからの質問、視聴者さんの質問にお答えをしていきます。はい、でこちらの質問なんですが、チャンネル登録者数1万人を突破しまして、そのお礼ということで、今視聴者さんに、プレゼント企画をやっておりまして、その第2弾の中で、そのプレゼントの応募と一緒に質問を受け付けておりまして、その質問を今回はご紹介をしていきます。いつも見ていて、最近少ない本数で回るのを考えていたので、欲しいです。これはキャディバッグのエントリーの方ですね。小手先チョン打法についてですが、何回かやってみたんですが、ダウンスイングからの動きがトルネードステックと同じ、トルネードスティックの動き方と同じということなのだろうかと悩んでいます。これでいいんだろうかとっていつも考えています。テイクバックから意識するとうまくいかない気がする悩みです。トルネードスティックの動きと同じで全くいいですね。そのためのトルネードスティックなので、具体的にそのトルネードスティックと同じでいいっていうところが、どの辺が同じでいいかを確認しておけばよかったな、動画にする前に。トルネードスティックこうやって振ってると、なんだろう、この体の動きが小さいのと手の動きが小さいのと、なんか手首だけでひょいひょいやってる感じがするのが、それだけでいいっていうことなのかなと思うんです。そういう質問がやはり多いので、これですね。でこれをクラブ持ってやると、こういうスイングになるわけですね。さっきの手の動きこんなもんですよね。こんなもん。だからやはりトルネードスティックよりも硬くなります、重くなります。なんで同じようにもうこうやって動かして、これ同じですよ、全く同じようにやってるだけです。こうやって、それだけでこうやって右に回るし、体重も乗るし、振っていけば当然左に回る、体重も左に乗るってなるんです。でこれちょっとその辺にあった8番アイアン持ってきたんですけど、鶴屋、なんだこれ、左手がこんなにねじ曲がって入ってる、気持ち悪い。トルネードスティックの同じ感じでチョーンってやったら、チョーンってこれだけです。もうトルネードスティックと同じ、チョーンチョーン、これだけ、全然これだけで十分なんですよ。こうやってやるやってもいいんですよ、やってもいいんだけど、それって結構柔軟性、筋力必要だし、大変な動きだと思うので、特にこっち大変だと思うので、全然トルネードスティック振ってるみたいにこれでいいんですよ。まあこれでうにゅってやってで、ナイスショットした距離とは変わるかもしれないけれども、じゃあこのうにゅってやったナイスショットが10発って何発出ますかっていうところ、こっちでやってた方がなんとなく同じあたり行きませんかと、なんとなく大体いつも当たりませんかと、これでいいんですよ。こうやって振ると難しいけど、絡まっちゃうもんね、もうこれだけなので、もう悩まずこのトルネードスティックを振っていただいて、そのトルネードスティックの振りに近づけられるようにすり合わせていってもらえれば、どんどん体に楽なスイングが覚えられるし、もうミート率が良くなりますよね。このミスの幅がぐっと狭まってくる、それがやっぱりスコアを縮めていく大事な要因でございますので、もうそのままもうトルネードスティックね、全然体動いてない気がするな、なんか手だけで振ってる気がするなって感じると思うんですけど、それを感じる、それを強く感じる人ほど、今までが体が動きすぎてた、腕がカチカチだったんだなと思ってください。で体がなんで全然体使ってる気がしねえな、なんでこんな手首こんな動いちゃってていいのって感じるようになったってことは、体が動かなくなってきた、腕が肘手首が柔らかく使えるようになってきた、おいい方向に向かってるぞと、
そういうふうに解釈していただければと思います。はい、というわけで今回はですね、1万人突破のからの視聴者さんプレゼントの、からの視聴者さんのからの質問にお答えをする動画でございました。今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。